はい、皆さんこんにちは、ワナリングルーシーです。信長の野望創造戦国立志伝のですね、今回は明智光秀リベンジ編ということでお届けをしていきたいと思ってます。で、何がリベンジかというとですね、こちらのシリーズ当チャンネルでご覧いただいている方、いらっしゃるかもしれないんですけども、前回プレイしていた明智光秀で本能寺の変を起こさずにですね、その後信長に独立戦争を仕掛けるという試みでプレイをしたんですけど、ものの見事に失敗。本能寺の変の直後に当たる時に独立したらすぐ潰されてですね、2回目の独立の機を伺っていたらもう信長がほぼほぼ天下を統一してしまって無謀な独立を仕掛けて敗れてしまうということでですね、2度にわたって独立が失敗してしまったので、今回は本能寺の変の直後にこだわらずにですね、ある程度地盤を整えたタイミングで信長を取り囲むような形で謀反を起こしていったらどうなるかというのをですね、プレイしていきたいなと思ってます。ですので、前半の方はですね、もう皆さん何度もご覧いただいているような、箱庭の内政的なところをね、最初見ていただくことになりますので、その部分はもう高速、早送りでお届けをしていきたいと思います。まず最初のね、導入のところだけ、一緒にプレイの方をご覧いただければと思います。まずは本能寺の変直後にあたるこの1582年1月ですね、直前です。夢幻のごとくのシナリオを選択します。で、プレイアブル勢力は信長で、プレイ武将はもちろん三井ですね。で、難易度設定は超級です。まあ、このあたりはね、いつも通りというところになります。まあ、前回はこの本能寺の変を起こさずに本能寺の変直後に独立をして敗れていますので、今回はまあそれをね、うまく回避しつつ、光秀が地盤をきっちり整えた後にですね、独立を仕掛けていくと、かつですね、信長がいる居城に兵を出兵した状態で独立を仕掛けていこうかなというふうに思ってます。と同時にですね、家康や筒井、まあ、こういった信長と同盟を結んでいる勢力とは手切れをして、戦争を仕掛けるような形に信長に仕向けた状態で独立を仕掛けていってですね、より信長を倒しやすい、仮に信長を打ち損じたとしても、その後ね、2回目3回目と信長軍と戦闘ができるような形を整えていければいいかなというふうに思ってます。で、まあ、そのためにはですね、まず、光秀が本拠をどこに構えるかというところなんですけども、まあ、少なくてもですね、軍団長になって2カ国3カ国、領有した状態で独立をね、仕掛けていく必要があるかなというふうに思ってますので、このあたりはね、しっかりと準備をしていきたいと思います。では最初の方はね、ある程度早送りをしながらやっていきたいと思うんですが、地盤としてはやっぱりこの播磨、それとこの丹波、そのあたりかな。丹波、播磨、できればね、この摂津、このあたりを領有した状態で信長にね、戦闘を挑んでいきたいかなというふうには思います。目標としてはこの播磨、丹波、そして摂津、このあたりをね、領有できるように頑張っていきましょう。あとはまあこのね、山陰地方もあるっちゃあるんですけどね、あんまり城の数も多くないので領有してもどうかなというのもありますからね。ではプレイの方していきましょう。ここから少しね、早送りでお届けをしていきたいと思います。というところでですね、今早速早送りをご覧いただいている状態になっていますと。今回は前回の反省を生かして、まずきっちり勲功を稼いで拠点を増やしておく。前回は
本能寺の変則が2つしか城を持ってない状態で独立をしたあっさり信長に潰されましたからね。今回はその1582年にこだわらずにですね、きっちりと領地を増やして、軍勢の数を整えた上で信長の居城を囲んでから独立するというのをやっていこうかなと思ってます。で、まあ、そのためには最初の箱庭内政もねきっちりやって、軍団長に就任して、領地の配慮を増やして、その上でさらに現同盟国である徳川だったり北条だったり浮田だったり、まあ、この辺りときっちりね、手切れをしてから攻略をしていくって必要があるかなと思ってます。大体の流れは、サブタイトル文字でも出しておきますね。で、このまま進めてですね、いざ独立の直前まで、進めていきたいと思ってます。と言いつつですね、実はもう来週にはタイ旅行が迫っていると、来週末ですね。なのでちょっと私の方でお送りしているこの戦国系ゲームだったりっていうのがちょっとね、タイ旅行中お休みになってしまうので、その間大変申し訳ないなと思うんですけども、引き続きミカミックスの動画とかでお楽しみいただければなというふうに思っています。ではこのままご覧いただければなというふうに思います。で、あのタイ旅行の様子とかはね、ツイッターとかでもつぶやいていきたいなと思いますので、興味のある方はねツイッターの方もぜひぜひ覗いてみてください。はい、というところでですね、ざーっとここまで、進めてきました。現在の情勢をちょっとね、おさらいというか、バーッと進めてきましたので見ていきたいと思うんですけども、まず織田信長の勢力ですけど、四国の長宗我部を滅ぼして、というかまあこの四国攻めをね、光秀が中心になってやったんですけど、この四国攻めによって長宗我部が滅んだというところですね。で、まあその成果もあってですね、今光秀軍団は、この矢上城、そして茂木、そして二条御所、それとですね、この犀賀と手取り、あとはここにある長浜城を配慮したというところです。で、他にですね、実は、提案で加増を受けたいなと思っているんですけど、ご覧のようにですね、この近畿一帯はすでに他の武将たちの支配下にあって、新たにその領地をね、この近畿一帯でもらえないという状況になってまして、信長をね囲むことがちょっと難しくなってます。で、多分この状況は変わらないのかなと思ってます。で、ここに至ってじゃあ信長をどう打つかというところなんですけど、今信長は見ていただいている通り安土城にいます。で、安土城はですね、信長の他は武将は2名しかいない。この状況を見てですね、独立前にまず
この今織田と同盟を結んでいる北条、筒井、宇喜多、徳川、これらの大名家と手切りにさせてですね、その上で安土城を取り囲んで独立をしていこうかなと思ってます。なので今回、まあ、その段取りをねやってきたところですので、続きをねやっていきたいと思います。まずはでは提案でですね、とはいえ城は一つでも欲しいので、ここをもらっておきましょう。で、あとは城の改修系ですね。どうしても兵糧は欲しいので、兵糧を失わずに回収をしていかなきゃいけないというのもありますんでね。鉄が足りないと言われているので鉄を買いましょう。ご用を受けたまわります。で、これによって回収が逆にできなくなっていると思うんで、ターンはこれで一旦送っていきましょう。で、長宗我部を滅ぼしたことによってですね、長宗我部の配下の武将たちがこぞって明智家に入ってますので、武将の数はそれなりに潤沢に今あります。表情を始めましょう。ですので、先月の収支です。こっからはというとですね、まずは配属で新しく配慮したここ有馬のちょっとお城の名前を確認しましょう。大御城ですね。大御城に人を入れましょう。で、二条御所に結構武将入ってますんで、二条御所からの大御城に人を入れていきます。まあ、それなりに戦えてっていう武将を入れていきたいんですけど、戦闘力の高い武将はもうあまり御所にもいないので、まあ、ここはそれでよしとしましょう。で、クルワを作りましょう。で、あとはですね、まあやっぱり城門を作って石垣も作ったら馬手を作っていかないとね、その囲まれた後どうにもならなくなるっていうのがありますからね。まあ1にも2にも縄文を強くしていくっていうのが最初にはなるんですけど、ね、基本的にこのマス型門にするようにしてます。耐久力が、ね、飛躍的に上がりますからね。で、回収の段取りがついたら、で、北条と手切れして、徳川と手切れして、筒井と手切れしてという感じでね、順次やっていきたいなと思ってます。表情を始めましょう。先月の収支です。縄文はね、最初にやっておかなきゃいけないところにはなりますからね。お、ここで砂鉄が取れるんだな。砂鉄が取れるんだったら積極的にやっていきましょう。鉄はね、すぐなくなっちゃいますからね。たらそろそろいよいよですね、信長の攻略を進めるために、表情を始めましょう。先月の収支です。やっていきましょうか。そうなると北条と徳川を優先的にやって、あとは浮田かな。まあ、ここの筒井の2人というか、この2つの城を手切れにするためにはちょっと提案力、発言力が足りないんですよね。同盟の破棄をさせるとなると100使うんですよね。
だったら筒井は後回しでいいかな。ただ筒井も一緒になって攻めてくる可能性があるんで、そうなるとやっぱり筒井も外しておきたい気はするんだけど、筒井に関してはどうにもならない、かつ勢力が小さすぎるので、どちらかというとここで浮きた北条徳川になるかな。ではまずは先で北条と手切れにさせましょう。で並行して御用を受けたまわります。木材と鉄を買っていきましょう。御用を受けたまわります。で回収を進めていきます。鉄不足だな。やっぱり長浜城もね、孤立しやすいんで、長浜城もちょっとねでかくしていかないといけないかなというところにはなりますよね。続いて徳川、次のターンで徳川と手切れになっていきましょう。で安土城をね取り囲むっていうところ、ぜひ皆さんでご覧いただきたい場面ですね。先月の終始です。続いてじゃあ徳川と同盟の破棄をしていきましょう。まだ足りないか。鉄がちょっと全然足りないですね。鉄をさらに買っていきましょう。で回収で三の丸まで行きたいけどな。ちょっとまだ鉄が足りないと言われてるか。そうなると孤立しやすい、やっぱり長浜城ですよね、強くするんだったら。大御城もちょっと危ないんで馬出しを作っていきましょう。こんなところかな。で次のターンで浮田を手切れにしていきましょう。先月の終始です。本当はね筒井とも破棄したいんだけど、よしこれで万端整いましたね。ちょっとここですみません、前の経験というか失敗があるのでセーブを一回入れさせていただきますと。ちょっとね無粋な真似をして申し訳ないんですが、ここは一回セーブを入れて、これで安土城に向けて出兵していきましょう。今信長がいるのがここですね。信長と細川、木本だけになってる。武将がさらに減ってますね。これはかなり大きいぞ。そうなるとこの音羽城とか周りの城も同時に攻めた方がいいかなって気もしてきますね。まあただ目的はあくまでも信長の首を上げることですからね。
ただ信長自体の武将のランクがですね、前にもお話したこともしかしたらあるかもしれないんですけど、 S ランクになってます。じゃあ S ランクって何っていう話だと思うんですけど、 S ランクっていうのは最も討ち死にしにくく、しかも捕獲されにくい、それが S ランクなんですよね。ちなみに光秀はというと A ランクです。なので、まあ、当然信長を討ち取ったり捕獲したりっていうのは難しい可能性が高いんですが、やっぱりね、その信長を仮に討ち損じたとしても戦えるようにっていうことで、宇喜多、徳川、北条、この辺りと手切れをさせたというのがありますからね。我が戦お見せしましょう。出陣します。この状態でさらに御所から光秀の本隊出陣させていきたいけど、兵糧不足か。ここで兵糧不足は痛いな。そしたら軍備を一旦終了して、表情を始めましょう。先月の収支です。取引で表を買い与えましょう。ありがとうございました。この状態で出陣していきます。どんくらい兵が出せるかだな。4000は出したい。5200か。ここで5200しか出せないっていうのは痛いけど、まあしょうがないですね。さあ、これでいよいよ独立をしていきましょう。包囲します。お助けいたします。さあ、城攻めをしていきますが、出るぞ。我が策お見せしましょう。これで開戦していきましょう。俺に続け。出陣するぞ。信長の首を上げるぞというところですね。行きます。さあ、これが安土城です。うわー、さすがに堀からしてでかいな。ちょっと安土城の全容をちょっと見ていきましょうか。そしたらまずは城門が一つ、枡形門ですね。で、ここに信長本体がいますね。出てきてるな、ここまで。さらに城門があって本丸があるというところですね。で、敵の総数13,544。くぅ、厳しいね。では城攻めをしていきましょう。ただ城攻めをするにあたって兵力は同じところに集中させたいんだけど、ここは通れなくなってるのかな。通れるは通れるか。いや、通れないね。となるとこっちの戸田勝成隊を撃破するしかないのか。いやー、これは厳しい戦いになりそうだな。お、援軍が来たぞ。これで戦力が変わったぞ。信長と今あそこで相対するのは危険なので、基本的には信長がいない場所から侵入して本丸で信長を撃つという作戦にしましょう。参ります。信長とはできるだけ戦いたくない。最後袋叩きにできるっていう状態をしないと、なんかいまいち戦える感じがしないですよね、信長で。か、もう氏郷が参戦か。信澄も来た。これで戦力が拮抗してきましたね、本当に。決めろ。
できるだけある縄文を突破していきましょう。これで終わってください。我らが攻め、変えてみせよ。この攻め、生きれまい。逃げたければ逃げなさい。逃げたければ逃げなさい。皆の命を私に預けてください。我らが戦、とくとご覧あれ。決裂。切りましょう。来たか、信長が来た。ここで信長が来たね。これで決めます。申し訳ありません。さすがの信長だな、半端ないな、攻撃力がえらい勢いで減らされてる。これは信長強し。決める。続きなさい。引け。話にならないな、信長の強さ。いやえげつない、どうにもならないほど強いな信長。決めます。我らが攻めに耐えられるか。いや信長の軍勢が強すぎて話にならないですね。止められない。逃げるなら止められないね。とくとご覧あれ。ここが引き際のよう。我らが攻め、信長をほぼほぼ減らせないまま、こっちは3分の1まで減らされてるね。決着をつけるとしよう。いやこれは無理だ。信長を打ち損じるという以前にここで戦力を消耗しちゃったパターンになるね。続きなさい。続きなさい。決裂。続きなさい。いざ。いやもうちょっと戦力を整える必要があったのかな。いやー、安土城攻略ならずというところか。これで決める。敵、全てを込める。始めろ。我らが一度、とくとご覧あれ。我らの攻め、耐えてみせよ。退却する。信長を討ち取るどころか安土城の身の丸に侵入できずに終わったか。いやー厳しいね。というところでですね、やっぱさっきセーブしといて正解でしたね。少し考えましょう。というところでちょっと今回の謀反は失敗またしてもというところなんですけど、さっきのセーブがあるので、ちょっと次回はそのセーブデータの続きからもう一回ちょっと作戦を練り直したいと思います。ちょっと今回はねリベンジなるかというところで、リベンジならずというところだったんですけども、次回先ほどセーブしたところの続きからもう一度ねリベンジ戦お届けしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。